ただただラーメン食いたさに宮内に行きました。本当にキツが痛くて十日町から戻ろうと何度思ったことか。3時間でラーメン屋に着きました。なかった、うまかった。帰りは順調に来たのですが、ラーメンの味を忘れるほど傷が痛く麻痺してきました。やっぱり暗くなってきましたよ。おっかねったっておっかねったって、帰りは4時間もかかってきました。よかったよかったとさ